皆さんこんにちは、劇団ムーンの二之助です。1月18日から東京ディズニーランド、そしてディズニーシーにてトータリーミニーマウスが開催されます。みんなの永遠のアイドルであるミニーマウスをこれでもかというほど堪能できるこのトータリーミニーマウス、ミニ推しの方、そして推しじゃないとしても皆さん楽しみにしておられるのではないでしょうか。そのトータリーミニーマウスですが、とあるキャンペーンが期間中に開催されます。意外と話題に上っていませんので、ご存知の方は少ないかもしれません。ぜひ一緒にチェックしていきましょう。早速キャンペーン内容から見ていきましょう。キャンペーン概要はこのようになっています。スペシャルイベント、トータリーミニーマウス開催中にディズニーランド、ディズニーシーに来園して応募すると、グリーティング体験やスペシャルグッズが当たるキャンペーンです。応募のチャンスは3回で、それぞれ景品が異なるとのことです。スペシャルイベントであるトータリーミニーマウスはテーマが3回変わるイベントとなっていますが、それに合わせてグリーティング体験であったりスペシャルグッズが当たるキャンペーンへ応募することができるということです。では早速気になるプレゼント内容を確認していきましょう。1期、2期、3期、この3つに分かれています。つまり3種類のプレゼントが用意されていますが、それぞれ応募期間が異なるということになります。ではまず1期目、1つ目のプレゼントから見ていきましょう。1つ目は東京ディズニーランドミニーのスタイルスタジオにて3月の2日、つまりミニーの日にグリーティング体験ができるというものです。こちらには東京ディズニーランドワンデーパスポートがつくようです。こちら1期目に関しては1月の18日火曜日から2月の13日日曜日にインパした方が申し込むことができるようです。当選者数は16組32名となっています。第2期のプレゼントを見てみましょう。ミニーマウスのオリジナルフォトブックレットとなっています。こちらは非売品のものがプレゼントされるようです。2月の14日月曜日から3月1日火曜日までインパした方が申し込むことができます。当選者数は320名とのことです。第3期目のプレゼントを見てみましょう。オリジナルポストカードセットとミニーマウスのグッズセットとなっております。こちらオリジナルポストカードは非売品のもので、ミニーマウスのグッズセットはパークで取り扱いをしている商品になるとのことです。応募期間は3月2日水曜日から3月の30日水曜日までにインパした方が申し込むことができます。こちらの当選者数も320名となっています。どれも気になるプレゼント内容となっていますね。個人的には第1期のミニーの日のグリーティング体験、こちらがめちゃくちゃいいなと思いますね。ミニーのスタイルスタジオでミニーちゃんに会えるという喜びに加えて、当選したんだよとミニーちゃんに伝えることができるというのはオタクとして最上の喜びなのではないでしょうか。そして断るごとに32という数字を使っているこの遊び心が非常にくすぐられるなと思いました。32、つまりミニーということです。では続いて応募方法を見てみましょう。応募方法はトータリーミニーマウスキャンペーンのホームページにある応募はこちらというボタンを押して、応募フォームに必要情報を入力して送信することにより応募が完了になるとのことです。こちらのトータリーミニーマウスキャンペーンのホームページに関しては概要欄にリンクを載せておきますので、どうぞそちらからご確認いただければと思います。というわけで今日はトータリーミニーマウスキャンペーンをお伝えいたしました。トータリーミニーマウスのこちらのイベントは本当にみんな楽しみにしている、そんなイベントですよね。このような形でも私たちを楽しませてくれるっていうのは本当に嬉しいことだなと思いました。ぜひ期間中に東京ディズニーランド、そしてディズニーシーにインパされた方はこちらの応募を忘れないようになさってください。それでは本日の動画は以上となります。劇団ムーンの二之助がお送りいたしました。さよなら。